皆さんこんにちは、世界の終わりです。これから東京ファンタジーの前売り券キャンペーンの結果発表を行いたいと思います。うわというわけで、まずは僕らの手形を展示する映画館を決めたいと思います。はい、ラブが今フライングしましたけどもこのうちわをですね、使って決めたいと思うんですけども、このうちわに数字が書いてありますので、1から5と書いてあると思うんですけども、その中から1枚選びます。誰が引きましょうか。シャッフルしましょう。シャッフルしましょう、ね、シャッフルして誰が引きますか。そしたらサオリちゃん引きますか。じゃあ引きます。はい、はい、どうぞ。じゃあよろしいですか。引きます。じゅるるる、真ん中です。さあ何位でしょうか。4 4位です。はい、手形展示は4位の映画館に決定しました。はい、ということはムービックス埼玉に決定しました。そして手形は8月の20日の水曜日から展示を予定しておりますので、ぜひ映画館まで見てくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは続いていきましょう。いよいよ僕らが舞台挨拶に行く映画館を選びたいと思います。またうちわを使って抽選をしたいと思うんですけども、はい、さっき4番が出たので4番以外の4枚にあると思うんですけども、じゃあ次は誰が引きますか。バスさん引きますか。はい、じゃあ引いてもらってもいいですが、シャッフルしましたね。はい、はい、本当にそれでいいの。はいこれだってかかったよね、すごい遠くだったり、すごい近くだったり。そうだ、ね、そうだ、本当に結果わかんないからね。あ、そっか、いいですよ、僕は遠くでもいいですよ。遠くでも全然いいです。そうだね、遠くは遠くでそれはいい。遠くは遠くでいいよ。遠くにしよう。そう、いきます。はい、じゃん、3番です。はい、3番、舞台挨拶、僕らが舞台挨拶に行くのは3位の映画館に決定しました。はい、ということは T ジョイ新潟バンダイに決定しました。そして舞台挨拶の日程も発表したいと思いますが、日程は、8月の31日日曜日です。8月の最後の日ですね。時間やチケット購入方法は後日映画公式サイトで発表しますので、皆さん楽しみに待っていてください。はい、というわけで以上、世界の終わりでした。